はい、ひとつきまン清水です。えー、今日もですね、オリンピック疑惑、話していきたいと思うんですけど、昨日伝えた通りですね、広告大手、大広が東京地検特捜部に家宅捜索をされました。で、これがですね、えー、まあ残念ながらですね、えー、高橋治之容疑者、えー、からですね、賄賂をもらっていたという疑惑なんですよね。で、驚くべきことが分かったんですよね。えー、それは2つあります。それはですね、なんと大広、博報堂の子会社なんですけど、本間さんも知ってる人が、 大の社長だった <laughs> あ,<ー>あれあれ今日もですね元白宝堂本間龍さんにですね元白宝堂の時代にですね知り合っていた人が白宝堂の子会社の代行の社長をやっていたというところでそしてですね、えー、これもほぼ確定だろうと我々昨日ですねあのこの代行が選んだところはどこなのか大阪の 会社でどこなのかっって言ったらです、ね e、じゃないかとこれ ECC がこの東京汚職に関わってるんじゃないかっていう話をしましたが毎日新聞が「語学でもスポンサー枠新設か代行家宅捜索」っていうふうに言ったんで「<laughs> おっ これはもう99%当たりと言っていいんじゃないかなということで、語、え、学、ー、<白>って ECC しか出るよっていうね。と <laughs>、はいえー、いうことで、えー、今日もですも、ね、オリンピック疑惑、えー、ず,ずっと追及しているですね元博報堂の本間竜さんに、ですね博、えー、報堂の子会社、100%子会社の代行、えー、そしてですね角川の会長や社長まで、これ、もしかしたら逮捕か聴取ありえるんじゃないか。 っていうところも踏まえてですね、本間竜さんとあとおおちゃん隠れちゃいましたね。あのおおちゃんにね、久しぶりに登場してもらってですね、話をしたいと思います。本間さん、おおちゃんお久しぶりです。どうも。どうも。どうも。おおちゃんはですね、なんか多分コメント最近、はい。おおちゃんどうした？う心配のコメントをいただいておりましたが、はい。あのつい最近まで卵をですね、産んで温めておりまして、温めていたんですよね。出てこなかったんですよ。はい。うん。 あの無精卵なんで、うん、ね一話羽で育ててるから、うん、無精卵なんだけどこのやっぱり野生のね、うん、あれで,あので卵を産んでは温めるっていうまあそれがあのまあ大体の鳥のパターンなんで私も鳥飼ってたことあるので、ね、はいわかりますよで,でそしてですねぐらいは温めてたではで、い、でもですね本間<腹>さん検察がですね この五輪汚職、一体どれぐらい温めてたんでしょうかね。ねすごいよね。もう、招致の9億円疑惑の頃から考えると、苦節9年。うん。9年間、温めて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 、やっと昔化始めたら、まず、青木の疑惑、高橋治之、えー、そして角川、えー、大光でもしかしたら ECC も。 でそして政治家に行くのかっていうことですね、もう9年か検察が安倍晋三のころから、まあ、温めて、温めて、温めて、ついにふ可しそうになっております。っていうか、なんか、ふ可するっていうか、爆発してる <laughs> 今、あの卵をですねこ、コンコン、コンコンって、ちょっとピキッて割れたくらいなんですよ、皆これはピキて <laughs> いやー、すごいよね。 で、えー、これもですね、あのうちの番組に出ていた佐藤さんが、えー、1週間ぐらい前から予告していたことだし、本間さんも昨日あたりにね、話していた予想的中ということで、えー、五輪汚職、高橋元理事を再逮捕、k 川が資金提供。うん、いやー、これちょっとあの再逮捕する意味っていうのをですね、ほとんどの人はわからないと思うので。 ちょっと交流期間の話も含めてですね、本間さんちょっと説明していただいてもよろしいですか。はいはいはい。はい、あのね、逮捕すると、交流期間が二十日間。はい、うん。あの、一応、なんていうのかな、交流っていうのは要するにこう。留置場。とか拘置所に、うん。 突っ込んでおける期間が一応20日間ってまあ刑法で決まってるんだよ、ねはい、でそれ以上になるとね、あのーまあ、人権とかいろんな無理やりな自白とかの問題があるんですよねうんまあ20日間でも交流するっていうのもさ、うん、先進国では日本だけなんだけどうん、うん、だってアメリカなんかだとほらもう逮捕されたその夜に弁護士呼んで,、うん、で翌日翌々日ぐらいにはもう保釈っていうのがね,、うん、ねよく映画で出てです、はい、出てきます、ね、はい。 いわゆる人質司法いうのはいこれは先進国では日本のね特徴ですよそうで延々とと捕まって吐け、うんえー、って言われるっていういやだから高橋もねあのー、今日を楽しみにしてたんですよああ毎日はもうね 1> 1もう氷を期限来るからもうそろそろ帰れかなでってあたりにおとついあたりから あじゃあ3日ぐらい前あたりからですね、いろいろ話が出てきたんですよ。角川、大広、うんっていう話を聞いて、おい高橋、この関に関してもって言われた時に高橋さんが、あ俺多分再逮捕されるまた2十日間ここにいるのかって だからさまさに心折れてしまうわけよ。そ,<う>それも狙いなのよ。い狙い狙い狙い。狙らいねらいんであとあのー、要するにあの罪を認めないと返さないっていうのが日本の伝統なんだよ。もうだからそれはね問題なんですよちなみに皆さん。これ大問題なんで大問題なんですよ。<laughs> うん、大問題、まあ。高橋に対してやってていいけど2年。高橋はもう3年ぐらいもう交流しとけって感じだけど。 水攻めもやっとけぐらいで勢いだけどね気持ち的には本来は大問題本来は大問題で,問題でこれで青木はもしかすると認めちゃったから、うんね、青木はもう認めちゃって、うん、まあもう青木ルートは大体解明したと、うん、本人たちも認めちゃってるから、うん、あとは後半で後半っていうのは裁判ね、うん、裁判で証言ひっくり返さないように、うん、まあ一応ちゃんと固めておいて <で>まあ長所とか取ってね、えー、だから今日もしかすると、うん、まあ今日今日の今日はないかもしれないけどまあ、要するに告訴されるじゃないうん、うん、だって認めたんだから罪をこれで今日は告訴されて、うん、で保釈金払って保釈になる可能性もあるうんうん莫大な保釈金になると思う、ね、いやそうだろうねうん数億円っていう可能性があるけどうん、うん、まあ一応保釈金払えば出られる可能性がある。うん だけど、まあうん、高橋に関しては、まずとにかく何も認めてないっていうね、うん、今のところ。うん、何も認めてなくて、しかもその次から次へと出てくるっていうことで、うん、で、今日再逮捕するっていう意味は、うん、要するに、まだあと20日間は絶対交留してやるっていう、うん、そういうことなのもう検察の本気が見られるね。そうねうん でまあ再逮捕っていうのはさ、要するにこう何回逮捕されたかっていうのも結構重要で、うんうん、つまり罪がいくつあるのかっていうことなんだよね。うんうん、だから、青木ルートしかな,きゃなかったら、もしかしたら執行猶予行けたかもなみたいな、うん、ともあった。だけどこん、今、ルートは3つになっちゃってるわけよ。いや今、<い>今発表されて、公表されてるルートも3つで。 で、再逮捕はそのうちの二つ目なんです。うん、要するに青木ルートと。えっ、ー、とー、えっ、ー、と大大<光>、大根。大根。大根じゃなくて。えっと、あと片手。かど、ね、うか、ん、ね。あのー、今日。えっ、ー、と、再逮捕は角川ルートなんですよ、ね。いやー、これですね。ちなみに、あの、カルロスゴーンの保釈金。これですね。十、うん、億円でした。ね。で。カルロスゴーン個人。 の資産で見たら絶対青木会長の方が多いと思うよでそうするとそれより高くなるのかなそれでも会社規模で決まるのかなうんこれどうなんだろうね、うん、どういうふうに決めるのかって割と曖昧曖昧になる、ね、とねそのマジ逃亡の恐れがあるからで。でゴーンってさ確か何も認めてなかったじゃん認めないと高くなる、うん つまり認めてないで外に出ちゃうと。十五15億円だあ。だからほら、うん、逃げる可能性がある。うんうん、逃げたしな、あいつ。<laughs> しかも逃げたしさ。<laughs> だから、えっと認めないで保釈するっていう場合は、うん、高くなる傾向が。うん、うん。でも彼、だから、青木の場合は認めちゃってるからあ。確かにそういう意味ではちょっと安いのかな。うんえー うーんまあ、しかも高齢でもあると、うん、かいろいろ加味すると、うん、まあどれぐらいだろうねでも3人いるからなあ確かに合計すると何だろう1億2億ぐらいにはなるのかな、うん、っていうね、うん、でもあの人たちにとっちゃはでもない金額だけどで,でも精神的ダメージが、えっと、まあそれはねはい、はい まあ一応やっぱりさ、うん、やっぱり、しかも罪認めちゃってるから。まあ、もうこれ、万節を怪我したっていうことは確実になったわけで。まあそうね。まあでも、でうん、あの、青木はさておき、あの、高橋、うん、再逮捕じゃないですか。うん、これも高橋きついよ、これ。 また20日間なのってこれもうタラバガニの缶詰食うの飽きたよってこれ服とかは自分で買うのうんんあの支、ー、給されるんだよねいやいやえっと今東京拘置所にいるから登校、うん、だから、うん、何着せてもいいねんでだからもう家族が持ってきてるうん,うん着替えいやーもうタラバガニの缶詰飽きたと1個1万円の うん、買えるやつねあるんですよ東京拘置所に、うん、でもあれも「秋田ステーキ食いたい取り調べでカツ丼ボボイヤだ」みたいない言っとけど <laughs> 取り調べてカツ丼出ないから分かってますよ分かってますよ分 <laughs> <laughs> かってますよであれ出番頼むことはできるんですよあれできるけど確か自腹のはずですよ,よ警察は少なくともあの頼んでくんないんだよ、うん、だからあのよく警察とかのドラマで「おい人越しカツ丼食うか」みたいなイメージ持ってるさあれカツ丼出前して自腹で食うかって <laughs> そういう話したから、ね <laughs> 今はね、あれね、おごるとね、あの、あれになっちゃう。それはだって、おごった方が罪になっちゃう。ねえー、っと、自白強さみたいな感じになっちゃいますよね。うん、うん、そういうのもあるし、ねうんまあ、あとほら、犯人に、うん、犯人とか容疑者に便宜を図ったっていうことになっちゃって、うんうん、あの、そういうね、ちょっと人情話はもうなくなっちゃったんですよ。なくなっちゃったんですよ。俺の時も全然なかった。お <laughs> んま、カツ丼食うかって言われませんでしたか いや、言われないどころか、缶コーヒーすら出てこないよ。うん、<laughs> ただの出がらしのお茶だけで。お茶は出てくるんですね。お茶は出てくる。うんうん、で、あの、ケンジンの方は水あの、玉露を飲んでたりするんですかね。いやし、お茶なら何杯飲んでもいいぞみたいな。あまあ、でもな、予想通り逮捕になって、で、えー、これですね、書き方がきつくなってきましたね。角川に対する書き方が。 共同通信も角川が資金提供っていうふうになっていて特捜部は角川の関係者を贈収賄容疑で立件する方向で詰めの捜査を進めている。うん、で、えー、なんかですね k a、えー、もそうだったんだけど、うん、大行もそうだったんですけど高橋容疑者の知人に払ったって言ってましたね。角川は7000払ったっったたてて言ってましたけども、うんうん あのそので角川正当な報酬だっ,つって言だから正当な報酬だったらんで知人の会社に払うんだよっていうふうにあれ <laughs> ですけどついに本日その知人の会社のお名前が判明いたしました、うん、いいですか高橋治之容疑者の会社はコモンズ、えー、その知人の会社のお名前を今から発表いたします <laughs> えー、いいですか高橋治之容疑者の会社はコモンズ知人の会社の名前はコモンズなんじゃそりゃん <laughs> じゃそりゃ <laughs> <laughs> あすごいよねえー、でしかもこれ設立時期がさ2012年1月3日っていやなんか招致委員会とかで揉めてた辺たりや。 ね、まあオリンピック取れるか取れないかのギリギリのとこだねいやー何をしとるんやこれはで<う>、えー、何をやってるかっていうとなんかずきルーペの CM とか、うん、なんかそういうのにキャスティングをしてるんですねそうね、うん、まああのー、つまりこれはあの本当にこれさ多分、うん、高橋これあの会社のあれは元電通マン うんうん、つまり高橋の後輩なわけよ。うん、で、えっと、このホームページとか見てるとあのー、ほらアスリートつまりボクサーの、うんあのー、マネジメントやってたりとかさ、うん、でキャスティング業務とかもやってるけどうん、うん、まあまあ本当にこう何て言うのうんうん,なんかちょっとこんなの仕事あんだけどやってみるって言って。うん わかりましたーって言ってもう適当にこなしてる感が非常に強い、うんうん、そしてはずきルーペやってる仕事のメインがはずきルーペのキャスティングと、うん、マルハンの CM 制作、うん、マルハンってあのパチンコ会社,会社そうね、うん、まあ金払いはめちゃくちゃいい、うんうん、だけどまあ電通とか博物館は表向きはあんまりやらない会社で、うん そういうところのお仕事。まあつまりこれはちょっとうちではやりにくいんだけどやってくれるって言って。あいしゃって。いいよーってーって。<laughs> いいててでもあとで袖の下ちょうだいよあいいよー。たそ, <laughs> そういう会社やろうなこれは。<laughs> 30%でいいーって言ってさうん、うん、ぐらい戻すとかさそんな感じだよ。うん、そういうにおいしかしないわこのな、ね、おっちゃん。 ほんと、ね「うん」<laughs> つーってお前さあやっぱもう高橋私は高橋の靴舐めてますっていう社名じゃんこれ <laughs> そうよ社名も同じってなんだこれ、うん、すごいね、うん、こういうの珍しくない、うん、いくらさいっくらその自分が尊敬してる 人ああれがあると言ってもさいや例えば誰かがですねあのまあなんでもいいけど本間さんとかさがですねちょっと会社作っていいって言われてどんな会社ですか一月つき前の2」とかって言われたらちょっちょっちょっちょあの、えー、っと本間さんあのえっと恥ずかしいからやめないって私から止めますよ。<laughs> ねちょっとやっぱりさ止めるよね。<noise> うん、でもねコモンズ2って名刺出すと 橋さんの会社のっていうふうに、その業界では。言われるんだろうね。うん、そうだよ。そうだよ。うん、ということで。あ、あれ、こちら名所、橋さんと何かあれですか?うん。いやー、実はそうなんです。うん。うんうん、っていうことでしょう、これは。もう高橋は通貨の中なんで。うん。 高橋さんに言われてね、コモンズ2っていうふうにね、つけていいですかって言ったらね、もう君だったら任せられるって言われて、つけたんすよ。僕はね、電通時代はね、高橋さんとね、とかっていう話をすると、はあ、はー、はあ、みたいな感じになるわけですね。そうそうそう。すげえな、ほんしかし、だで。こんな会社名があると思う。こんなダサいと思かったいくらなんでも。コモンズ2ここ。うん。あー、すごい。ほんとすごいよ。うん。 でまあその会社にその角川は何千万払ったってさ何千万だぜそので昨日あの角川び彦会長がのあのインタビューにダラダラと答えて7,000万払ったっていうことは彼も認めてるじゃない認めてるしんだけどなんかこう 正直ショックでした私この一問一答全文読んでうんもうだらだらとさ答えにならないようなことばかり言っていてさ「7,000万は払ったけど賄賂ではない」「じゃあ何なんだ」っていうことに関しては「コンサル料だコンサル料だ」って言うけど「うん、何のコンサル料なんですか?」って聞かれると「スポーツ全体だ!」スポーツ全体って何 <laughs> <laughs> あの角川ってなんかスポーツ用品店だったなんかよく分かる彼の説明って全然分かんないんだよねそれでなんか途中からさお前ら失礼だとか勉強不足だとか言ってさ悪態ついてさ、いてさんかすぐ引退した方がいいと思うよっていう感じ角川歴彦さんはですね私のアニメゲーム漫画業界の <laughs> 中ではある意味すごい人なんですよまあすごい人だったら知ってるけどもうダメなんで、ね、置いちゃったんあもうすごいショックすごいショック <laughs> めっちゃショックもう何がショックかっていうとですね <laughs> もうひとつ万冊のですねっていうか清水優子がこの作品がなかったら生きていけなかったという魂の作品しかもテレビアニメの制作葬式とか撮ってるんですよ 誰も知らんと思うけど「スレイヤーズ」っていう作品です。っっってなんだっけ名前だけけ名前知はい、柴ばめぐみさんが主人公の声をやっていてですねあもう,あ <laughs> もう本当になんか年取っちゃったんだーっていう言い訳の感じでですね。ね。御年78歳あ,あ俺泣けてきた <laughs> もう嗣彦さんが最初にあの制作組織やったロードストー選挙ですよああそれはね有名だね <laughs> まあね置いたということですよあ <laughs> ショックで7000万円は一体誰が承認したんだって言ったら「いや役員会に出てきたから承認したでしょ」ってでそれはじゃあ <laughs> えそれ、つぐひこさんがやったのったら、私にはそういう権利はないからとかなんとかっ,つってさ。意味わかる、お前代表としてれ会長だろなあ、<laughs> <laughs> もうさ、要するにさ、責任回避のことをさ、責任回避をいろんなところにこう散りばめてるいや、なんか聞いたけど、私はよく知らんみたいなさ。リナインバースに謝ってこい。謝ったもよ。謝ったがいい本当ドラッグスラープ買ってこい、本当,本当に。 よくわからないけど <laughs> 波動ハみたいなもんです。<laughs> はい、波動ハみたいな宇宙戦艦ヤマトの波動法マジンガー Z のブレストファイヤーみたいなものがあのリナインバースの最強の呪文いや最強ではないんだけど、うん、正確にはナンバースリーぐらいの一番有名な呪文がドラグスレイブで2位がラグナーブレードで1位がギガスレイブでただこの話をしても皆さん興味ないと思うのでやめておきましょうああ、そ,うん、それ知らないかな最高の作品ですよ あもうショック最近は最近は何もしてないでしょうかいやこれだから皆さんあのそうですねえー、っと最近維新の会からですね三味線のあの役やってた中条きよしさんが維新から出たじゃないですかお前悪段階成敗する側が悪代官から出てどうすんだっていう <laughs> あれよりもショックですよだから30年前は 正義の味方みたいなイメージだった人がこうなっちゃったっていう感じですよ、私からすると。ねただでさ、なんか言ってることがなんかめちゃくちゃな、な、うん、めちゃくちゃっていうかね、あの、ほら、あれじゃない。えー、っと、それでじゃあスポンサー料はいくらだったんですかって聞いたら、うん、な,んかなんかよくわかんないけど、えー、っと1億ぐらいだったんじゃないのいといや、1億円にけが生えた程度って、だからよくわかんない表現をされてよくわかんないよね。うん でしかもなんかかなり安くしてもらったとかって言ってるよねなんかさそれもなんか変じゃないだって、うん、知らないわけないんだからなんだその1億に毛が生えた程度とか、うん、っていうねいやこれさ、うん、夏の社長そして角川会長どっちもこれ残念ながら上場企業の社長の対応としてはねちょっと失格。 なんかよくわかんないけどよくわかんないけどでも7000万円は払ったよあんまり言ってるとですねもうすでに共同通信が書き始めてますけど角川側立憲へっていうよりこれえじゃあ,あの高橋治之さんと一緒にコーチ一緒に行ってああつぐひこカツオン空間ってなつつぐひこはなるのかどうか,うか <laughs> ああ夏のカツオン空間ってねえ 誰かは引っっ張られるてと誰かは必ず誰だか分からないけど。うん、でそのこのインタビューで俺ほんとえおかしいだろって思ったのはその角川のスポンサー料が1億に毛が生えた程度なのに、うん、なのにスポンサー料あごめんえっとコモンズ2に払ったコンサル料は7,000万円っていうさ。 ものすごい巨額なわけ1億円のスポンサー料を払うために7000万賄賂渡すってん, <laughs> んかおかしいでしょどう見てもおかしいよね、うんうん、なんか変、うんか変だからこれはえー、っとでもまあスポンサー料が1億円っていうのもいくらなんでも安すぎるような気がする、うんだよ、うん、いくら安くしたって言ったって、うん、だってあのあそこ青木だってさ 安くしてもらって7億5000万円のうん、うん、わけでね。1億ってことは多分ないと思うんだよね。ちょっと安すぎるんじゃないそれは安すぎる。やっぱりどんなに安くても5億,5億とかさ。うん、そんなぐらい。バーターでカドカーが何かできるかっつったって別にないしね、まあ。パンフレット売る。うん、だからパンフレット売るんじゃなくて、ただであれでしょ。ああ、返してあげるてたいやつとか。 ただで納品してあげるとは k a あるいは w 川のメディア使ってオリンピックの広告をものすごく安くしてあげるうんでもなあともう1個はオリンピックを批判するけしからん本とかは増刷しないとかじゃないですか。 でも一応増刷してたからな500、500冊ずつ。500部増刷して、本間さんに入るお小遣い、4倍減ですよ。ふざけんじゃねえよ、2年かけて。書いた本に対しおかしいだと <laughs> <laughs> でも、どうもなぁ。だからそこはなんかさ、一体スポンス一つ、まず一,一つはスポンサー料は一体いくら払ったんだよね。うんうん、それが一つ。で、二つ目が、コンサル料7000万円って、ちょっと桁が、 違いすすぎてすぎてででかるしょだから比較するんだったら青木は7500万円に対して5100万円払ってるって単純計算だよ単純計算ね、うん、7億5000万円に対して5100万、うん、その比率で言うなら k a d 1 0億円ぐらい払ってないとおかしいじゃん <laughs> まあそうね <laughs> <laughs> その比率で言う、ね<ー>うん、ならんかおかしい ってことは、この7000万円っていうのが、コモンズ2に払われてから、7000万円はどこへ行ったのか、うん。どこ行っちゃったんだろう。ね。っていう話だよね。うん、もしかして、カド藤川のどなたかに戻ってきちゃったのたええー、<laughs> それはやばいよ。 あーカノカワ。いや、すみませんね。スーツの青木の時もショックだったんですよ。あんなに一台で一生懸命つ気づきあげた。青木さんが晩節を汚すっていうのもそうだけど、ロードストーンッキとかスレイヤーズのアニメ版ンドを制作指揮とってたつぐひこさんが、これは、もうちょっとショック。いや、またあの、 金、つぐさんがもらったかどうかっていうのはわかんないけどね。いや、もう、えー、それはわかんないけど、いや、かどうか法人の代表、法人の代表として、ね、俺はもらってないけど、部長がもらったんだ、知らんとかって言えないから、ね、それ無理じゃないですか、それ。まあ、そういうふうに考えるとさ、あいつ、あのー、なんだっけ、社長はさ、あの、あれでしょ、うん、この問題が起きたときは、まだ社長じゃなかったって言ってたじゃないう,んうん。ってことは、つぐい子さんはすでに、 会長社長だったわけだからないや嗣彦さんは会長社長って言っ創業系なんだからずっとですよずっとってことはやっぱり彼が引っ張られるのかええー、夏野にしてくれ夏野に社長にしてくれ嗣彦を守ってくれ <laughs> てかあの夏なな青木も3人だったからえっ、ー、とこれはあのぐ彦会長行くんだったらえー、夏の社長とえ夏野社長とええたぶん経理担当者三人、うん、あいはい,い はやい。ああ、カドカド本社だとも言ってるのに家宅捜索さっちゃうの。悲しいね。知り合いがいっぱいいるんだけど。もはやな。ねえよ、おああ<ー>、残念だね。残念すぎる。うん。ね残念ですね。残念すぎる。 でも本当さ、立憲に向けて動いてるっていうことは、立憲されるってのはつまり逮捕されるってことですね。ああ<ー>。ちなみにあの角川さんはあのつ綱彦さんは1973年から取締役です。<laughs> もう無理でしょこれ <laughs>。これは無理だ。これは綱彦さんやっぱりちょっと引っ張られるかもしれない。<laughs> 残念。あ。 俺は知らなかったじゃんすまんねえんだろこれまあちなみに角川はお家騒動とかいろいろあったんですけど、うん、ねすごいね。でそうやってさ角川えっとだ誰を追い出したんだっけはるき。はるきくんを追い出した、まあ。他にもなんかメディアワークスの件とかねいろいろあったんですけどそんなあのマニアックな話してもしょうがないけどなのでここで。 カドカワハルキさんがなんか週刊誌に吠えてくれたら面白いよね。いやもうカドカワハルキの逆襲が始まる。逆襲が始まった面白いね。ほら日本刀をこうやってこうやって持ってさ。<laughs> そう,そうね。いややっぱあれじゃないですか。機関銃持って。エラーっ。そう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 。<laughs> いやハルキさんは強烈な人やからねこれ。ね。 すごい人だないや俺何回かあったけどこの人はおもろい人やなって思ったよあ明日あたりなんか角川春樹が雑誌かなんかでもう角、ね、川の名をケガした <laughs> いやまああなたもコカに彼カレーパーティーでだいぶ <laughs> あれでしたけど <laughs> だいぶ危ない人でも危ない人でもあるけどいやもしそんなことになったら面白いですねあの彼薬物で捕まったんだっけ そうですよん、ねうん、あのぜひ、あの角川さんがどれぐらい強烈な人なのかっていうとですねこういう本のタイトルを出す人ですよっていうのをですねちょっと送りました、見てください。<laughs> はいどうですか <laughs> 我が闘争ですよ、入る人なんですよ、これ。 よりにもよ,、ね、よりにもよって我が闘争だよ。わ、ね、が闘争ってお前、人らあやないかいら <laughs>。もちろんそれを早期させるようにね、そう作ってあるわけです。でしかも、我がっていうのが感じじゃないでしょこれちゃんと人らも,も、我がはですね、ひらがなんですよ。ちょっとかだからあえて言おう。 ね、コカインカレーパーティーでとっつかまったりですねわが闘争とかっていう本を出すとんがった人と権力にすり寄って賄賂を出す人どっちもこれは世間の評価分かれると思いますけど出版業界人としてはですね春木さんのホースですね俺は <laughs> ああの嗣彦さんも私好きなんですけどどっちかって言われたらちょっと今回の対応悲しかったな <laughs> まあ角川さ不幸<ー>中の幸いっていうかさ、うん 週刊誌とか、あのー、要するに普通の、例えば文春とか新潮みたいな、うん、ああいう、あっち系のやつないじゃん。うんうんうん。もちろん雑誌は出してるよかった。うんうん、だけど、そっち系のいわゆる、オピニオン誌みたいなものは出してないから。うんうん、まあ、これね、オピニオン誌とか出してたら壊滅的な打撃を受けるのはって。まあ、そうね。旅行雑誌とかだったら別に関係ないもんな。関係ないよね。うんうん、いや、だから、から例えて言うなんです 週刊文春を出してる文藝春秋がこれやってたこ <laughs> れは致命的致命的体感ですうんだそれがないから、うん、でしかもあのあれでしょすでに角川のあのメインはアニメになってるでしょのうん、うん、まあはっきり言って業績には関係ないかもしれないがただやっぱさ一応出版社でしょいや一応出版,社出版社ですよ <laughs> 一応じゃない、一応じゃない、ほさん、出版社です。<laughs> <laughs> 俺も、俺も出してもて、出しても、らっても、るじゃないですか。<laughs> 安富さんとほぼ出てますよ、角川から。ね。マッシュ国、でつぼ、あの、暴走っていう、あの、本が。ね。一応さ、出版社でしょ。<laughs> やっぱりさ、社会のさ。健全な発展のために、努力するっていうさ。やっぱ、社会的使命があるじゃないの。 でそれがさ、なんだかよくは、えー、っと、スポンサー料いくらあったかな、1億に毛が生えた程度だったからとかって言っちゃってさ、ずっとそういうことに手を染めちゃったのはやばいんじゃないんですかってね、普通は、普通は、ちょっとどうかな、か角かもな。って、今、そういう感じでしょ。 7000万円を支出したのは自分が出てた何取締,、うん、取締役会だけど、うん、私は中身については用姿が、はん。うん。俺誰かのせいや。ってう。うん、うでもないよな、ね、っていうね。まあそして政治家に行くかですよね。うん。うん、<ー>遅いな政治家の登場が。遅いね。ちょっと横に広げるのもいいけど。 それそろそろ盾も見せてくれよって、うん、<laughs> 見せてくれよって。でさ、な、うん、って、だけどさ、これさ、どうこれもちょっとなって、やっぱここ、昨日かおととも言ったけどさ、うん、もうだってほら、毎日新聞が夏の社長にインタビューしたのは8月ぐらいだったっつった、うん、そうよ、だいぶ前やで、もう。つまり、かなり前から。うん 横のラインについては結構、うん、あの情報が漏れて漏れてたんだね。でも、とにかくどこも突っぱ抜かなかった、うんうん。7月20日に読売がすっぱ抜いたのかま突、あ、っぱ抜くんじゃなくっていいよ、今日からみんな書いていいよーってなって。 待て待て待て,待てって言われててそこから「あのはい、い,いよ」って言って」そういう感じでなんかこの小出し感がさ知ってんだろメディアは全部特に読売新聞あたりはどうもなんかさ小出し感が強いよねまあ、うん、政治家についても絶対もう動きはあるはずなんだがいまだにどこもどの社もあまり書かない うん、っていうかほとんど書いてないよねうん,うーんまあ森に対しては200万円渡していたよって言ってジャブは打ったがまあでもなかどうか何千万円もの金を、うん、コモンズ2にポコンと振り込んどいって、うんうん でそれは正当なコンサル料だというか、うんうん、じゃあ、このホームページ見てて、うん、このコモンズ2のホームページ見てさ、うん、なんか株価の仕事なんか何もやっちゃいないじゃん。そうですね、えっ、ー、と、ちょっとワーク見てみましょうか。はい。えー、あっ、アクセス集中に記このサイトにアクセスできませんっ <laughs> <laughs> さっきまで見れてたのに <laughs>。みんなな、やっぱな。 いや、多分これね、消しやがったな。あ、そう。ええ。えっと。本当だ。このサイトにアクセスできませんっていうのは、うん、消してるのかな多分ね。やばいやばいって。<laughs> やばいやばいって。消せ消せって。うん。うん。そういうことですね。そうかも。ああ、そうかも。 でもこのあでもさ、うん、トップページは俺まだ見れてるんだけど、うん、トップページね、うん、トップページがワークっていうのがあって、うん、作品、過去テレビ CM グラフィックエトセットら大丈夫ですちゃんと魚殻がありますから魚殻の、えー、ページを送りますね。 はい。えー、ここにカドカの仕事なんか何もないよねえハズキルーペ、ハズキルーペ、タヤ、えー、マルハン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 、東京上野クリニック、東京上野クリニック終わりでしょだからカドカ何のために7000万円払ったのかっていうとさうん、うん、全然わかんないじゃんうん えー、このマリキータ、機関紙マリキータってこれなんだ<ー>このマリキータってなんだいやー、もうコモンズツアトップページも含めてサイトにアクセスできなくなりました。<laughs> <laughs> 早いね。早いね。<laughs> やっべってなったんでしょう。そうだね。はい あの魚卓とってあるから意味ないんだけどなうん、うん、コモンズツ痛オンファイスバックっていうのもあるみたいだけどおありますか <laughs> じゃあそっちもちょっとチェックするかフェイスブックフェイスブックお<う>。ああるみたいだけどえー、コモンズツ痛フェイスブックチェック、うん、フォロワー0人フォロー中0人 うーんちょっとああまあ別にフォロワーなんかいらねえんだろうんしかも投稿3つしかねえしああうんそうだねまあいいよフォロワー203人フォロー中ゼロ、うん、って出るよ俺のあそう、うん、まあどっちにしろいいです、えー、今必死にあの隠蔽中ですね ホームページ消しても何の意味もないんだけどなインターネットアーカイブで見れるぞまあやってみたいんだろうね,ね <laughs> まあボクシングにボ,ボクサーのまたは元ボクサーのマネジメントをやってる、ねうん、が多いですね多いねだけどカドカとは特に関係が見られないなんで7000万円ぶち込んでんだか分からん、うん ああ<ー> <laughs> なかあった速報が入りました角<う>川専務2人逮捕専務って誰ちょっと待って俺と親じゃないよねあった人は専務かよ専務って誰専務って誰専務って誰,って誰すぐいこう免れたのうん <laughs> なんだよ専務2人を瞳悟空で出したか

ホーームペいないよ。いないよ。専務。なんで、なんでいないの普通の会社だったらいるんじゃないのえや、ー、専務は別にただの通称なんで、別に絶対入れなきゃだめなわけじゃないですよ。うーん、まあ、そうえ。だって、これちょっと送るけど、これ、角川の概要。専務一人もいないよ。登記簿取ってみる あ、でもにいちいち専務って出てこないやっぱ書店には専務いるけどなああ会社役員なつああなるほど執行役員いないっしょ副会長執行取締役取締役取締,役取,締,役取,締取締られた役うん 取り締まられちゃったわけだちょうどねいないねんんね。うーん。角川の専務だった人はもしかしてあの人なんだったらかなり衝撃的なんですけど <laughs> もしかして。 かどか2人逮捕か。ってことはこのラインでいくとこのラインじゃなくてこういう話でいくならば大行もどなたかがどなたかの首を差し出さないといけないってことだねそうすると大行の落合社長大丈夫かなもしかしたらこれ消えてる可能性ありますねすでに。 あのホームページから削除されてる可能性があるえ誰がああ監督専務専務がちょっと <laughs> えいなかったことになってるのかどう <laughs> そんなことしなくたっていいのに別にえちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってちょっと今調べるわ <laughs> そんなことして何になんだだっていやまあそうだけど いや思うん図2。もうまさにこの、叡王映画をね、みんな。うん。うん、好きなようにしてたのに。専務。角川、昔、専務。あ、もうなんか、いや、まだ決まってないから、私の知っているあの人の名前を出すのはやめておこう。 ただ<ー>アニメ業界にめちゃくちゃ関わりある人ですよ。おおそうなんだってっこれ元専務なのかなちょ,ちょっと気になるめっちゃ気になるああこれちょっと k a も知り合いもいるしもう勘弁してよもうほんにもうああ<ー>書店には専務いるんですけど、ね、これだって英語で k a d って書いてますもんね。 そう,だうんあつらいつら <laughs> いそして、えー、再逮捕も発表されてるねはいされてます再逮捕ももうされたとはいいうことで出てこないで、えー、とあと20日間伸びたから まだ基礎とかなんとかっていうのも別に出てこないうんああもう今日これでおしまいしょもうちょっとショック <laughs> まだ知り合いじゃが逮捕されたかどうかわかんないじゃん <laughs> アニメゲーム漫画業界にとって角かっていうのはビッグゲームですからそうだね これはしかしな、コモンズ2とか、7000万払うとか、かこれ、代行も誰か逮捕されるよね。いや、されるでしょ、だってわ私た側が、普通、受け取った側ですよ、最初に逮捕されるのは。私た側が最初に逮捕されるじゃないですか、青木の時は、受け取った側ですよ、最初に逮捕されたの。ねえ、まあだって受け取った側、だからコモンズ2の社長とかも、この後逮捕されるかもしれないね。 出るんじゃない、うん、この後もういい本作れよないい作品で勝負しろよ本当にオリンピックなんてしょっぺいことやってんじゃねえよほんといい本作っていいアニメゲーム漫画作って儲けてりゃいいんだよオリンピックでッド儲けなんてこと考えるから置いたな本当に。 これだから嫌なんだよ、既存の出版業界っていうのは。<laughs> クリエイターに十分の一とか搾取しといて、で、日版統犯システムでちゃんとやっといて、あげくのあてにその仕組みでうまくいかんようになったら、オリンピックにまで手出すんかい。終わったなまさに、まさにそういうことよ。 本間さんとかがね一冊ね一生懸命本書いてもね80円しか渡せないんですよそれでなんだコモンズとかって7000万7000万円本間さんが印税受け取ろうと思ったらですよ7億円も売れなきゃダメなんですよ7億円って新書何冊つりゃいいんだよ100万部ぐらい売らないとダメだよそれまあほんとだよねそういう腹立つじゃん 本間さんの本の印税、えどうせ致してはい、4万円とか渡しておいて、コモンズに7000万円ですよ。そういうことだ。だから本間さんもすずの涙でやっているんですよ。だから、またそれだろ、清水と分かっていると思うんですから、簡単、ちょういってことなんですよ。ああ。 もううちらはで、ね、あんなにもね、電通とか、あの。自民党に大活感冒を厳しくください、オリンピックの仕事くださいって。あびったけど、くれなかったからね。あ、どうか、もう逮捕か。うん。ショック。まあ、今日中にコモンズツーも逮捕じゃねいか、これ。ええー、場合によって、またですね。 何かものすごいあの動きがありましたら、本間さん、緊急動画撮りましょうね。そうですね。はい。と、えー、いうわけで、えー、カンパちょうだあ,あ,あ、間違えた。えー、今日も読書ということでですね、えー、久しぶりの王ちゃん見れてみんなも良かったんじゃないかなということで、王ちゃんの餌代も募集しております。あ<ー>まあ、じめに本を書いていたらですね、鳥の餌にも困るんです。っていうわけはい。今日もありがとうございます。全通間違えた。というわけで、えー、よろしくね。今日も読書。ではでは。 どうも、みんなさよなら。はい、今日もありがとうございます。電通と戦う本間竜さんはですね、えー、なかなかメディア、ラジオ、いろんなところに呼ばれないんですね。で、本も広告がされません。皆様の看パがないと続けていくことができません。今日も読書と本間さんと言いたいので、ぜひ本間さんの本を買ったり、看パよろしくお願いします。現金もクレジットカードもどっちも対応します。よろしく、今日も読書。それでは。